皆様こんにちは。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。それでは聖書研究ガイドの学びに入りたいと思います。最初にお祈りをいたします。天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通して神様の御心を教えていただきたいと存じます。どうぞ神様が共にいてくださいまして、私たちの必要を満たしてくださいますように、また司会する者の唇を清めてくださり、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かに用いてください。この時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、今週は第13課、イスラエル・エジプトへです。今週のテーマ、今週はヤコブとヨセフの晩年から神様の祝福と彼らを通して与えられている神様からのお約束を学びます。日曜日、ヤコブ・ヨセフのもとへ行く。それでは創世記46章の一節をお読みします。イスラエルは一家を挙げて旅立った。そしてベールシェバに着くと、父イサクの神に生贄を捧げた。イスラエルはもともとヘブロンに住んでいました。そこを南下してベールシェバまで来ます。そこはかつてアブラハムが住み、またイサクも住んでいました。彼は父イサクのことを思い出したのでしょうか。イサクはいつもエジプトに下ってはならないと神様に語られていました。祖父のアブラハムも決してイサクを外に出すことはしませんでした。アブラハム自身エジプトに下って大きな失敗を犯した教訓があります。ヤコブはきっとエジプトに下っていくということは神様の意図に反するのではないかと考えたはずです。そこでイスラエルは神様にお礼拝を捧げました。するとその夜、神様は幻の中でヤコブにその言葉をお与えになります。創世記の46章の3節と4節お読みします。神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。エジプトに下ること、それは神様の御心であるということをイスラエルは知らされました。神様はあなたの父の神とご自分をあえて呼ばれることによって、アブラハム、イサクに与えた約束を神様は必ず守るということを感じさせようとされました。必ず約束の地へ連れ戻すことを神様はイスラエルにお約束くださいました。神様はアブラハムに、あなたは大きな国民となる、大きな国となると言われましたが、エジプトの地でそれはある意味実現しました。何よりも神様はヤコブと共にエジプトに下ってくださると神様の御臨在をもお約束くださいました。神様が共におられるのならば、必ずや実を結ぶことになります。創世記46章の7節、
こうしてヤコブは息子や孫、娘や孫娘など子孫を皆連れてエジプトへ行った。皆連れて。家族すべてのものがエジプトに移動したことが強調されています。そしてこの後、エジプトに下って行った家族の名前が列挙されます。ヤコブ、ヨセフ、そして彼の二人の息子を含む70名。70という数字は完全数。イスラエルの家族すべてを意味します。そしてこの70という数字は創世記の10章に出てくるイスラエル民族以外の諸民族の数70と一致します。つまりイスラエルの家族に全世界の民の運命がかかっていることを示しているとも言えそうです。月曜日、ヤコブ、エジプトに定住する。創世記47章の3節。ファラオはヨセフの兄弟たちに言った。お前たちの仕事は何か。兄弟たちがあなたのしもべである。私どもは先祖代々、羊飼いでございますと答え。ファラオはヨセフの兄弟たちを物乞いにするつもりはありませんでした。彼らの職業を尋ねます。まあ、そこでかねてからヨセフに助言されていた通り、兄弟たちは自分たちの職業を正直に語ります。実は彼らの職業はイスラエルの民の独自性を守る上で大変好都合でした。なぜならば高い文明を誇っていたエジプト人は羊飼いを蔑んでいたからです。エジプト人は彼らに近づこうとしませんでした。そこでイスラエルの民は自分たちだけで子を産み、自分たちの民族、その地を増やすことができたのです。兄弟たちはファラオに言いました。創世記47章の4節。さらに続けてファラオに言った。私どもはこの国に帰流させていただきたいと思って参りましたが、カナン地方は飢饉がひどく、しもべたちの羊を飼うための牧草がありません。しもべたちはゴシェンの地に住まわせてください。兄たちは気流という言葉を使いました。それによってファラオを安心させようとしたのかもしれませんし、もう一つの意味合いは、彼らもまたエジプトは自分たちの故郷ではないという姿勢を貫いていたのかもしれません。約束の地を持つイスラエルなのです。私たちキリスト者も誠の故郷、ふるさとを天に持つものです。ペテロは言いました。ペテロ第一の手紙の2章の11節。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから。魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。創世記47章の7節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた。前に立たせたというヘブライ語は通常祭司に用いられる動詞の言葉です。また祝福は上位にいる者が下にいる者に対して行うものです。ヤコブは
この世の王を前にして、霊的には彼に祝福を与える地位にいるのだということを知っていたのかもしれません。私たちキリスト者もまた霊的に祭司です。どんなに身分の高い人であっても祝福を受けなければなりません。人は皆イエス様の身代わりの償いを受け入れなければなりません。罪を許され永遠の命をいただかなければならないのです。神様からの祝福が必要です。私たちはその人たちに対して祭司であり、その人たちに真理を伝え、その人たちのために祈り仕えていく必要があるのです。ペテロ第一の手紙2章の9節、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。火曜日、ヤコブ、ヨセフの子らを祝福する、創世記48章の一節、これらのことの後でヨセフにお父様がご病気ですとの知らせが入ったので、ヨセフは二人の息子マナセとエフライムを連れて行った。ヤコブの家族がエジプトに移り住んで、ヤコブはやがて病気になってしまいます。それを聞いたヨセフは息子二人をイスラエルのところまで連れて行きます。ヨセフが56歳の時、マナセとエフライムはおそらく20歳ぐらいだったでしょうか。48章の2節、ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブは自分がしなければならないことをよく分かっていました。かつて自分の父イサクが行ったように、息子に対して祝福を与えなければなりませんでした。48章の5節、今私がエジプトのお前のところに来る前に、エジプトの国で生まれたお前の二人の息子を私の子供にしたい。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子となるが。ヤコブはヨセフの二人の子、息子がヤコブの息子と数えられるようにします。二人の息子はイスラエルの12部族の中に数えられるようになりました。ところでイスラエル民族12部族とよく言われていますけれども、ここに至って実際は13部族になりました。マナセとエフライムが2人入ってきたからです。けれどもイスラエルは12部族と呼ばれます。ですからイスラエル12部族が列挙されるときには、必ず何か一つの部族が欠如します。レビ族が抜けているときもあれば、黙示録7章ではダン族が抜けています。神様はきっと12という数字に、こだわり大切にされたのではないかと思います。例えば新約聖書に12使徒という表現がありますが、後から生まれたパウロを加えれば13人となってしまいます。
それでもやはり十二使徒という言葉が使われます。どうやら十二という数字は象徴的な数字、統治を表す神様の好まれた数字であるようです。では、創世記48章13節14節を読みします。ヨセフは二人の息子のうちエフライムを自分の右手でイスラエルの左手に向かわせ、マナセを自分の左手でイスラエルの右手に向かわせ、二人を近寄らせた。イスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。つまりマナセが長男であるのに彼は両手を交差しておいたのである。ヨセフは右の手でマナセが祝福を受けるように、まあ兄ですから、そして左手でエフライムが祝福を受けるように座らせました。マナセが兄であり、右手は権威を表す手だからです。ところがどういうわけかヤコブは両手を交差して弟のエフライムに右手を置きます。右手の祝福を与えました。48章の20節、その日父は彼らを祝福していった。あなたによってイスラエルは人を祝福して言うであろう。どうか神があなたをエフライムとマナセのようにしてくださるように。彼はこのようにエフライムをマナセの上に立てたのである。これはヤコブを通してなされた予言でもありました。なぜなら実際エフライム族が北イスラエルの代表的な部族になっていったからです。まあ、聖書はそうやって見ていきますと逆説に満ちています。兄ではなく弟が神様の約束を受け継いでいく、イシュマエルではなくてイサク、エソウでなくてヤコブ、マナセよりもエフライム、ダビデは8人の息子のうち末っ子でした。そして母親もまた逆説に満ちています。サラは不妊でした。リベカもラケルもサムエルの母ハンナも、そしてバプテスマのヨハネの母エリサベツも。神様の選びはどうも人間の規範を超え対抗するかのようでした。神様はご自分の栄光を表すにあたって無力なもの、弱いもの、小さきものをお選びになるようです。私たち自身が誇らないように、私たち自身が自分の力に慢心しないように、すべて神様を崇めることができるように、まあ、そのようにされていったのかもしれません。創世記48章の21節そして22節、イスラエルはヨセフに言った。間もなく私は死ぬ。だが神がお前たちと共にいてくださり、きっとお前たちを先祖の国に導き帰らせてくださる。私はお前に兄弟たちよりも多く、私が剣と弓を持ってアモリ人の手から取った一つの分け前、シュケムを与えることにする。ヤコブは信仰によって将来を語ります。必ず約束の地に主が引き戻してくださる。これは神様ご自身がヤコブに語ってくださったことでもありますし、彼のおじいさんアブラハムに神様が語ってくださった言葉でもあります。
そしてヤコブは自分がかつて住んでいたシュケムをヨセフに与えることを約束しました。そこはヤコブの娘ディナが領辱を受け、そしてシケムの住民をシメオンとレビが虐殺したところです。すでにヤコブの町となっていたのでしょう。事実、イスラエルの民は400年後にヨセフの遺骨を運び出してシュケムの地に葬りました。そこはヨセフ族の相続地となってゆきます。水曜日、ヤコブ息子たちを祝福する。創世記49章の一節、ヤコブは息子たちを呼び寄せていった。集まりなさい、私は後の日にお前たちに起こることを語っておきたい。二人の子を祝福した後、ヤコブは今度12人の息子一人一人に祝福を与えました。そしてその祝福は、後の日にお前たちに起こること、それは彼らの後から出てくる部族のこれからの姿を表していました。49章の8節と9節、ユダよ、あなたは兄弟たちに称えられる。あなたの手は敵の首を押さえ、父の子たちはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、私の子よ、あなたは獲物を取って登ってくる。彼はおじしのようにうずくまり、めじしのように身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。カナン人の娘を妻にめとるなどと、多くの失敗を犯したユダですが、その後彼は家族の中で指導的な役割を果たすようになります。その典型がベニヤミンを奴隷とする代わりに自分が保証人になって奴隷となるとヨセフに申し出たところです。ユダという名は称えるという意味があります。それでユダは兄弟たちに称えられるとヤコブに言われました。ユダは強く、敵が彼に屈します。それによって兄弟たちも彼を拝むようになります。これはダビデがユダ族から出てきたことをによって実現しました。ユダ族は人口が増え、そしてその中からダビデが生まれ、ダビデからイスラエルの王が輩出されて行きます。さらに黙示録5章の5節では、イエス様についてユダ族から出た獅子と称されています。創世記49章の実節、王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ついに白が来て、諸国の民は彼に従う。白とはメシア、救い主の別称です。この救い主については、アダムには女の子孫と称されました。またアブラハムにはあなたの子孫と呼ばれています。そしてユダの家系からはシロ、つまりメシアなるイエス様がお生まれになることになります。木曜日、約束の地の希望。ガイドでは創世記の結びには3つの希望が描かれていると書かれていました。まず
48章の29節、ヤコブは息子たちに命じた、間もなく私は先祖の列に加えられる。私をヘト人、エフロンの畑にある洞窟に先祖たちと共に葬ってほしい。この聖句に一番目の希望が描かれています。それはイスラエルが約束の地に戻るという希望です。ヤコブとヨセフの埋葬は約束の地を指し示すものでした。特にヤコブの埋葬のための行列は、それから幾世紀後のイスラエル民族の出エジプトへの大移動の先駆けとして表すものとなりました。先駆けといえば、私たちセブンス・デイ・アドベンティストは最終時代に安息日と日曜日とが試金石となる、この裁きの日の先駆けとして、今すでに安息日を守らせていただいています。これらをもって三天使のメッセージを明かしし、世の人々に終わりの時を、イエス様のご再臨を伝えていくのです。第二の希望、それは創世記50章19節20節。ヨセフは兄たちに言った、恐れることはありません、私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のように今日のようにしてくださったのです。兄弟たちはヨセフに復讐されるのではないかと恐れていました。そんな兄たちに語られたヨセフの言葉がこれでした。そこには、人の欠点や過ちも神様はそのご計画のうちに益と変えてくださることを私たちに教えてくれます。神様はそのご計画を果たすため人間をお持ちになります。しかし人は罪人です。間違いを犯します。失敗もします。しかしそれすらも用いて私たちに役割と影響力をお与えくださるのが神様です。まさにパウロが語ったこと、ローマ人への手紙8章の28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。ここに私たちの希望があります。3番目の希望は創世記50章の25節、それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた、神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。ヨセフはその時にはと言いました。息子たちは数十年後に彼の言葉を実現します。約束の地とは、現在の私たちにとってそれは新しい天と新しい地、新エルサレムを意味します。神様は私たちを顧みてくださって、イエス様のご再臨その時に私たちを必ずや天のふるさとへと携えてくださるのです。それでは黙祷を持って終わりにしたいと思います。